毎橋シティ FM リスナーの皆さんが今年もまた幸せな一年でありますように。新年おめでとうございます。前橋シティ FM パーソナリティの磯日彩香です。2024年が始まりました。皆さんにとって去年はどんな一年でしたか？また今年はどんな一年にしたいですか？この前橋シティ FM というラジオ局に関わってくださるすべての皆様が幸せで素敵な一年になりますように。本年も前橋シティ FM をどうぞよろしくお願いいたします。さあ、私は今どこにいるでしょう。一年の初めに行うことといえば、そうです、初詣。私は今前橋市元総社町の神津の国総鎮守神津の総社神社に来ています。由緒ある神社ですので、この後お参りに行かれる方、もう早速行ってきたよという方も多いのではないでしょうか。本日は総社神社の初詣情報を含め、総社神社根岸宮司にお話を伺う予定です。それでは行ってきます。私は今総社神社に来ております。そしてこちらには根岸宮司にお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。総社神社についてたくさんのことをお聞きしたいと思います。まずはこの総社神社がどのような神社なのか、歴史からお聞きしてもよろしいでしょうか。はい、総社神社はですね、2000年以上の歴史のある神社でございまして、第10代崇神天皇の御代48年に、創建されたというふうに伝えられております。でその後645年大化の改新以降ですね、神津の国の549社の神社をすべてお祭りをして群馬県の総社という形になっておりますので、お参りをしていただければ、いろいろなすべてなご利益がいただけるというとても便利な神社で、ございます。それまではこう500以上の神社をすべてお参りしていた時代があったということですもんね。そうですね、昔は歩いて全部神社をこうお参りしたわけなんですね。最初の頃は、はい、ということは車もない時代なので。そうですよね、歩いて、お参りするわけですから、はい、日数もかかるし、いろいろ大変だっていうことで、はい、でその神社を一箇所にお祭りをして、で一箇所で、お参りをすれば、はい、全てお参りをできるという形で総社制度というのができたわけですね。そうでしたか。そしてこの総社神社ができてからは、この総社神社にお参りすることで神津国内を守ってもらうということにつながっていくというわけなんですね。そうですね。本当に由緒ある神社ですけど、宝物などはあるのでしょうか。宝物はですね、はい、建物自体は県の文化財に指定をされておりますし、はい、それに、ちなんで神津の国の神妙帳というのがございまして、掛け軸になってまして、先ほど、はい、お話しした549社の神社はすべて、書かれている巻物があるんですね。そうなんですね、巻物ですか、ね、はい、ほとんどの神社が入っているということなので、結構な長さになりますよね。そうですね、はい、5メーターちょっとなりますかね。5メートルですか、はい、すごいですね。今はどちらの方に収められているんですか。宝物堂っていうのがございまして、はい、そちらの方に、保存してあります。大切に収められているんですね。はい、
そういった書物が残っているとても貴重なお話を伺いました。県の重要文化財ということでとても素晴らしいです。また県内屈指のパワースポットとしても知られておりますけど、この本堂の裏手にありますね。そうですね、はい、樹齢800年の800年、欅がございまして、はい、まあ、昔雷で、木がちょっと割れてこう二股になってるんですけども、それで二つに割れてるんですね。そうなんです、はい、まあ、その木に触れてですね、パワーをいただくっていう形でですね、結構皆さんがお参りに来て、パワーをいただいているというふうに思われます。はいはい、このお参りにした帰りには必ず私も裏手に回りまして、どうやって支えてるのかなという不思議に思いますけど、とても生命力を感じます。皆さんはぜひ大きな欅の方ね、パワーもらってみてはいかがでしょうか。さあ続いて皆さんが気になるのが、そうですね、厄年についてかなと思いますけど、2024年の厄年について教えてください。はい、厄除けはですね、まあ、本来前厄と本厄と後厄と、はい、あるわけなんですが、まあ、男性の場合は42歳が大厄、はい、女性の場合は33歳ですか、うん、で、あと男女で還暦、還暦、はい、共通なんですね。そうですね、はい、で男性の場合は昭和58年生まれの方が翻訳、はい、女性の33歳の厄除けは平成4年生まれの方、還暦の方は昭和39年生まれの方が翻訳となります。でそれの前後の1年1年が前厄と後厄という形になりますね。はい、還暦で厄年なんですね。そうなんです。この還暦っていうのはですね、はい、なんつったらいいかな、十寒十二支っていうか、例えば木の枝立つっていう年になるんですね、はい、2024年は、ね、そうするとこれの60年前が木の枝立つなんです。で60年でねえ牛とらうとか、はい、まあ十寒十二支をこう組み合わせると60通りありまして、それが一周するんですね。それで元に戻るっていうことで還暦なんです、はい、あ、それで赤ちゃんの、はい、そうなんです。で赤いちゃんちゃん子とかを着てお祝いをするっていうのが還暦なんですね。で還暦で厄年、また新たな気持ちでという意味が込められているんですね。生まれ変わるっていうか、そういうことですね、はい、一つ勉強になりました。また厄除けについても教えていただきたいんですけど、まあ、厄除けいつまでに行えばいいですかね。そうですね、これは通常ですと、はい、立春前、2月の3日が節分で2月の4日が立春になりますので、まあ、できればその立春前までに厄除けをした方がいいかと思いますけども、まあ、1年中いつでも来ていただければ、はい、お祓いはできますから、来られる時に来ていただいてお祓いをすればいいかなと思いますけども、やはり、その年の一年無事に過ごせますようにっていうことなんで、やっぱり年の初めに、はい、お祓いをした方がいいんではないかなと思いますけども、はい、ここ総社神社に来ればいつでも厄除けはできるという。そうですね、毎日9時から4時まで、随時行ってますので、はい、来ていただいて、お申し込みしていただければお祓いはできます。ありがとうございます。また参拝の他にも様々な楽しみ方がある総社神社だと思いますけど、ここは人気のおみくじがありますね。そうですね、はい、タイのおみくじ、はい、またアユのおみくじということで、タイをこう自分で釣る おみくじっていうことで、本当に、たくさんの方がですねおみくじを受けていかれますけども、今年は通常ですと、はい、タイも赤黒赤白金と4種類なんですけども、はい、今年はピンク色のタイもちょっとそうなんですね、用意をさせていただいてですね、皆さんに楽しんでいただこうかなというふうに思っております。色には何か意味があるんですか。なんていうんですかね、女性向けっていうか
タイでこうなんですかね、はい、素敵な人に会いたいとかね、うまいいろいろなそういった語呂合わせじゃないですけども、はい、愛については、これがアユっていうのは群馬県の県の魚なんですね、はい、あ、そうでしたか、でこれが魚編に占うで、はい、アユなんです。あ、それでアユみくじがあるんですね、はい、な形で鮎もまた金色だとか、はい、ちょっと何種類か色がありますんで、はい、ぜひですね釣って楽しんでいただければと思いますけどもね。人気のタイ釣り鮎釣りしてみてください。根岸宮司御朱印もとっても素敵ですよね。インスタグラムも拝見してますよ。あ、そうですか、ありがとうございます。はい、御朱印につきましてはですね、元旦用の御朱印とですね、はい、金色の紙にですね辰のイラストをつけた、御朱印と、あと直書きで作る御朱印とですね、はい、何種類かいよいよするようにしておりますけども、その他にですね、前橋市の福巡りっていう、御朱印がございまして、はい、これは前橋市内の8社の神社をお参りするっていう企画のですね、はい、御朱印もございまして、ありますよね、はい、それも正月からですね新しいのが出てますんで、ぜひ皆さんで集めていただいてですね、はい、一社じゃなく市内の神社も巡っていただいて、またそれぞれのですね、ご利益をいただいて良い年になるようにですねお参りしていただければいいかなと思います。はい、ありがとうございます。新年明けて1月も様々な神事を毎年行っていると思いますが、まずは1月6日に行われますね。はい、1月の6日はですね、はい、水的の式って言いまして、1年間の雨量を占うお祭りがございまして、境内で弓矢を3本ですか。3本、で、まあ、前半後半と一本一本で、まあ一本は予備なんですけども、はい、まあ通常ですと、だから前期後期ってことで2本、的をめがけて、はい、矢を打つんですけども、はい、その矢の通り方によってその年の雨量を占うという形でですね、はい、1月の6日にお祭りがございます。誰が弓を放つんですか、もしかして私が。そうなんですね、はい、あ、根岸宮司自らそうなんです、ということで、もうその時緊張しますよね。そうなんですね、これがまた手作りの弓なんで。手作りなんですか。はい、だから、まあ、飛ぶか飛ばないか本当にちょっと心配でですねやってるんですけども。そうなんですね。じゃあこちらが1月6日ということで、はい、また1月15日にもあるとお聞きしましたが。そうですね、1月の15日はですね、つつがゆ神事と沖積み式っていうのがございまして、はい、これは毎月の天候を占うのが沖積み式っていうお祭りで、はい、火の中に炭をくべて、その炭の燃え方ですかね、赤くなる色を見て、はい、その月は天気だとか、雨がちょっと降るとか、はい、そういったのを占うのと、あと吉の束をですね2つ用意して釜の中に入れて、粥をこう煮詰めた中に、はい、吉の束を2つ入れて、春と秋の作物の良し悪しを占うお祭りがございます。これは15日の午前0時ということで、夜中の0時に行うお祭りなんで、ちょっと寒い時期にやるお祭りなんですね。はい、ということは一般の方ももちろん見れるということですよね。そうですね、はい、拝殿の前でやりますので、1月15日の午前0時にはですね一般の方も来て、拝見はできます。はい、そうなんですね。でも占うってことですから、やはり結果も出ることですけど、結果はすぐには出るんですか。これはですね、はい、お祭りをして、でその吉の束を一旦ご神前にお供えをして、で1日経たないと粥が固まらないので、はい、粥が固まってからその吉を割って、はい、中の量で豊作か凶作か
占うわけなんですけども、はいはい、でその後にそれを見て、神社の拝殿のところに一応紙に書いて、はい、こう掲示するような形になります。あ、じゃあ結果は後日という、そうですね、ことになるんですね、はいはい、いやこの筒がゆの結果などを参考に作物を作る方もいるということですもんね。そうですね、例年山口県だったかな、山口県、の方から問い合わせがありまして、はい、今年の結果を知らせてくださいということで、はい、まあ、それを参考にしてですね、はい、してる方も中にはいますね。もちろんいますよね、はい、いろいろと教えていただきありがとうございました、はい、それでは根岸宮司、最後にリスナーの皆さんに、はい、一言をいただきたいのですが、はい、よろしいでしょうか。はい、新しい年を迎えてですね、辰年ということでございますので、はい、この辰というのもですね、十二支の中で根、牛、虎、う十二支ありますけども、はい、全部動物なんですね。だけども辰だけ現存しない動物なんです。あ、そうですよね。ねえ、ね、牛、虎、う、辰、み、馬、羊、猿、鳥、犬、いで辰だけ違う。そうですよ ね。あ、気づかなかったです言われてみればそうですよね。でこれは中国で、はい、まあ、作った動物っていうか、これは本当に竜に手と足があって、まあ、中には羽が生えてたりとか、本当に蛇じゃなくて、はい、なんていうんですかね、角も生えてるし、はい、まあ、想像していただければ、キリンビールのマークのような感じですかね。そうですよね。はい、そういった形なんで、こう、空に舞い上がる、また、こう、悪いものをこう、はい、やっつけるっていうか、うん、そういった動物なんで、逆にそういった形でですね、悪いものを退けて、うん、いい方向になるような年になるんかなというふうに思いますけどもね、はい、ありがとうございます。そうですよね、悪いものを追い払って、はい、もうとにかくたくさんのことに挑戦していただきたいというふうに、お話を伺いました、はい、ありがとうございます。この時間は総社神社根岸宮司にお話を伺いました。貴重なお時間をありがとうございました。ありがとうございました。歴史からパワースポットなどたくさんのことをご紹介いただきました。今年は前橋市元総社町の神津家の国総鎮守神津家の総社神社で初詣はいかがでしょうか。2024年があなたにとって素敵な一年になりますように。ご案内は磯日彩香でした。